こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が愛してやまないですねネイビージャケットについてかなり詳しく解説をしてみたいなと思っています。今もですね、僕はネイビージャケットを着てるわけですが、僕にとってこのアイテムというのはもうなくてはならないものなんですね。かれこれ20年以上ですね、クローゼットを開けるとネイビージャケットは必ずある状態をですね、僕はキープしてきたわけですね。今もですね、自宅と事務所にそれぞれネイビージャケットがあるんですが、合計で多分ですね、5、6着ぐらいはあるのかなと思っています。まあそれぐらい僕にとって欠かせないアイテムですし、大人の男性であればやはりですね、少なくとも1着は持っておいていいのがですね、ネイビージャケットなのかなというふうに思っています。ただですね、ネイビージャケットというのをカジュアルで着る機会っていうのは年々減ってきたかなと思っています。なかなかですね、休みの日にジャケットを着ようというテンションになる方は多くはないかと思うんですが、それでもですね、休日にちょっといいところに食事に行きたいなという時だとか、人に会うだとか、あとはセミナーだとか勉強会に行ったりだとか、ちょっとかしこまった場面にネイビーのジャケットというものがあるとめちゃくちゃ便利かなと思っています。そしてこのネイビージャケットというのはもちろんカジュアルの場面だけではなくて、ビジネスカジュアルの中でも使うアイテムなんですね。特に最近はビジネスウェアというものがどんどんカジュアル化してきていますよね。その流れの中でスーツというものを着る機会がどんどん減ってくるかなと思っています。とは言ってもですね、完全にカジュアル私服でビジネスでも OK かというとそんなことはなくて、やはりですね、最低限ネイビーのジャケットというものがあるとめちゃくちゃ便利なのかなと思っています。まあ今日の僕なんかもそうなんですが、丸首の T シャツだとか丸首のニットの上にこういったネイビージャケットを着るだとか、あとはですね、ノーネクタイ用のシャツの上にネイビージャケットを着るだとか、まあこのようなスタイルを持っておけばビジネスカジュアルでも十分にですね、活躍するのがネイビージャケットというアイテムなのかなと思っています。ですので、このオンオフ両方で使えて、なおかつジャケットの様々な色合いの中でも一番ですね、いろんな場面に使いやすいのがネイビージャケットなので、僕は絶対皆さんにお勧めしたいアイテムなんですが、ただですね、このネイビージャケット、世の中にはいろんなお店に売っているわけですね。皆さんがよく知っている手頃なお店からかなりの高級店まで様々なネイビージャケットが売っているわけで、じゃあどれを選べば一番いいのか、ここはですね、かなりの幅があるので、しっかりと皆さんにはこの幅を理解していただいて、その中で自分にとって心地がいいネイビージャケットはどれなのか、そういった形で選んでもらえるとすごく効果的かなと思っています。ですので、今回の動画を見ていただければ、まあ、どのようなところでネイビージャケットは売っているのか、そしてどのあたりで買えばですね、失敗のしないネイビージャケットが手に入るのか、そのあたりをですね、かなり掘り下げてお話をしたいなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まず安いジャケットだとどのあたりがおすすめなのかというと、これはですね、一番リーズナブルで買いやすいのはユニクロの感動ジャケットなのかなというふうに思っています。まあ、これはですね、ここ数年定番的なものになっていまして、ユニクロでは必ず取り扱いがあるんですが、僕自身はですね、ユニクロのジャケットというものと少し距離を置いていたんですね。というのも、ジャケットというのはプライベートだけではなくてビジネスで着る機会も多いですし、ある程度価格をかけないとですね、素敵なものは見つからないんじゃないかなというイメージが強かったので、なかなかユニクロのジャケットに対してはですね、肯定的ではなかったんですね。とは言ってもですね、僕は YouTube でいろんなアイテムをご紹介する中で、ユニクロのジャケットというのは最も身近ですし、皆さんにとっても買いやすいので、これを実際に体験してみないことにはちゃんとした意見が述べられないなと思っていたんですね。で、先日買ったんですが、実際に着てみるとこの価格帯の中ではですね、十分に満足度が高いかなというふうに思っています。まあ、素材の質感に関してはですね、ユニクロよりも安いものもありますし、ユニクロと同価格帯のものもありますが、その中でもですね、割と安っぽくは見えないですし、変な光沢感みたいなものがないので、割と使い勝手がいいかなというふうに思っています。あと、もう一つサイズ感に関してなんですけども、ここもかなり幅広くバリエーションがあるんですね。腕の長さだとか着丈の長さに合わせて自分にフィットしたものを合わせやすいんですね。これは他のブランドではですね、なかなか真似ができないかなと思っています。ユニクロの商品というのはかなりサイズのバリエーションが広いというところは実は隠れた魅力なのかなと思っていますので、自分の体にぴったりと合うようなネイビージャケットを選ぶのであれば、ユニクロ、ここがですね、一番買いやすくて、まあ、一つおすすめのところなのかなというふうに思っています。感動ジャケットというのはもちろんセットアップになっていて、上も下も両方揃えることができるという点もすごく便利なんですが、めちゃくちゃ高級感があるわけでは
ではないんだけども、まあ、最低限ですねカジュアルでラフに着たいだとかビジネスカジュアルでもそこまでお金をかけたくないのであれば間違いのない選択肢かなと思っています。ユニクロよりも価格帯を下げて GU という選択肢もあるんですが、まあ、30代40代の大人の男性であればもう少し価格を上げてせいぜいユニクロぐらいの価格帯を一番下ぐらいに設けておいた方が僕はバランスがいいのかなというふうに感じています。そしてユニクロというものの次にですね皆さんにご紹介したいのがスーツカンパニーというお店なんですね。このお店もですね結構皆さんにとっては馴染みが深いのかなというふうに思っています。まあ、かなりいろんな地域駅の周りにスーツカンパニーってあるので皆さんも覗いたことがあるかなと思うんですが、こういった3万円前後でスーツが売ってるようなショップ、その中でもですねスーツカンパニーのジャケットは僕は結構信頼感が高くて頻繁に使っています。僕は普段ですねスタイリストとしていろんな方をコーディネートをしているんですが、あまり予算にゆとりがない場合はですねまず真っ先にスーツカンパニーに行ってネイビー系のジャケットを買うようにしています。まあ、価格で言うとユニクロよりは高いんですが2万円前後でかなり上質なジャケットが手に入るんですね。そしてユニクロと比べるとやはりスーツ専門店なのでネイビージャケットという範囲の中でも様々なバリエーションがあるんですね。かなりカチッとしたジャケットから本当に T シャツの上に気軽に着れるようなラフなジャケットまでバリエーションがめちゃくちゃ広いんですね。しかも今の現代にフィットしたような機能的な素材感であったりだとかデザインに関しても今っぽいものがしっかりと揃っているので、ネイビージャケットを買うのであれば僕はスーツカンパニーかなり鉄板かなというふうに思っています。しかもですねスーツカンパニーのすごくいいところはユニクロ以上にですねサイズのバリエーションが広いんですね。これはスーツカンパニーのスーツもそうなんですけども身長だとかウエストサイズによってかなりサイズのバリエーションがあるんですね。僕の場合は身長164センチの54キロなのでこういう場合はですね160センチのドロップ8というものを選ぶと一番体にぴったりとはまりやすいんですね。まあ、正直ユニクロのジャケットもすごくいいんですがスーツカンパニーの方がよりサイズ感がぴったりとくるものが選びやすいかなと思っています。結構ですねジャケットってサイズ感が命だったりするのでそういったところが身長とウエストごとで細かく細分化されているのはめちゃくちゃありがたいかなと思っています。現状いろんなお店でネイビージャケットが売っていますがスーツカンパニー以上に買いやすいところは僕は正直ないかなと思うのでここはですね確実にチェックした方がいいお店なのかなというふうに思っています。そして続いてなんですけどもスーツカンパニーよりも少し価格帯を上げると次に位置するのがですねセレクトショップのオリジナルのネイビージャケットですね。ここはですね様々なバリエーションがありまして価格帯がちょっと抑えめなところで言うとユナイテッドアローズグリーンレーベルだとかナノユニバースが該当するかなと思っています。だいたい価格帯で2万円から3万円ぐらいなのかなと思うんですが、まあ、スーツカンパニーのものもすごくいいですけどもよりデザイン面で人との違いを出したいだとかビジネスカジュアルというよりはカジュアル使いの方を優先したいのであればですねグリーンレーベルだとかナノユニバースのジャケットというのはすごく使い勝手がいいのかなというふうに思っています。もうちょっと上の価格帯になると例えばシップスだとかユナイテッドアローズだとかトゥモローランドだとかあとはビームスですね、このあたりのジャケットというものが該当するかなと思っています。ただこのあたりになると結構値段は上がってきまして3万円から6万円ぐらいのレンジになってくるかなと思っています。まあ、ちょっと予算に余裕があってどうせジャケットを買うのであればしっかりとしたものを購入したいのであればこのあたりのジャケットというのはかなり作りがいいですし皆さんにもお勧めしやすいかなというふうに思っています。まあ、正直ですねネイビーのジャケットって僕はたくさん持っていますが皆さんにとってはもう 1,2 着あれば十分かなというふうに思っています。先ほどもお伝えした通りカジュアルの場面でもそこまでたくさん使うことはないですしビジネスシーンにおいてもそこまでたくさんのバリエーションは必要ないかなと思うのでちょっと価格帯を上げてこのあたりのショップの中から買うのもすごくバランスがいいかなと思うので頭の片隅に置いていただければなと思っています。でここでちょっと番外編なんですが、まあ、セレクトショップのオリジナルの価格帯っていうのは割と広くてですね3万円からだいたい6万円ぐらいのレンジなんですけどもこれとあまり変わらない価格帯で結構ですねデザインも素材感も含めて満足度が高いのがスーツカンパニーの兄弟ブランド的な位置づけであるユニバーサルランゲージというお店なんですね。ここが結構隠れた名店で僕もですね普段のスタイリングでよく使ってるんですね。まあ、スーツカンパニーよりもさらに素材感だとか作りが良くなっていまして価格帯は上がるんですけどもだいたいジャケット1着で3万円から5万円の幅が多いかなと思うんですがここがですねめちゃくちゃいいですね。かなりこだわりのある生地ブランドのものを使っていてこの価格帯は結構コスパがいいよねというものが
結構たくさん並んでいるので、セレクトショップのオリジナルもすごくいいんですが、ユニバーサルランゲージというものもですね、ぜひ皆さんには覚えておいていただきたいなと思っています。ただ1点だけ残念なのは、セレクトショップなんかに比べるとやはりですね、店舗数がそこまで多くないんですね。ですので皆さんのご自宅の近くにないかもしれないというところが一つのデメリットなんですが、非常にですねコスパが高くて、僕自身もめちゃくちゃ使ってるお店なので、ぜひ皆さんも覚えておいていただければなと思っています。そしてここからはあまり一般的ではないかなと思うんですが、おしゃれを楽しみたい方だとか、お仕事柄ちょっとパリッと見せたい方、会社の経営者の方だとか、弁護士さんだとか、コンサルタントの方だとか、そういう方であればぜひお勧めしたいのが、イタリアのですねジャケットブランドなんですね。まあ、具体的に言うとラルディーニですとか、タリアトーレというブランドなんですが、こういったブランドというのは主にですねセレクトショップで取り扱いがあったりします。例えばビームスですとか、エストネーションですとか、バーニーズニューヨークですとか、そういったお店で取り扱いがあるんですが、このあたりのジャケットというのは金額でいうと大体ですね8万円台後半から12万円ぐらいまでというところで、かなりお高いかなと思っています。正直気軽に買えるものではないんですが、確かに作りはいいんですよね。僕も様々な価格帯のジャケットを買ったりですとか試着をしてきましたが、その中でもですねこのあたりのブランドというのは間違いなく一番満足度が高いかなと思っています。まあ、実際ですね今日僕が着ているジャケットもタリアトーレというイタリアのブランドのものなんですけども、これぐらいの価格帯になるとですね、やはり作りがすごく丁寧なので、体へのフィット感だとか動きやすさ、あとは襟の周りの上品さだとか肩前の雰囲気だとか、すごくバランスが良くてですね、僕自身も大好きなブランドなんですね。でこのあたりのブランドになると、やはりですね誰もが着るようなブランドではないので、そのブランド独自のですねデザインだとかフィット感というものがあって、例えば僕が着ているタリアトーレというのは結構ですねウエストがグッと絞られているもので、体のラインを綺麗に見せてくれるんですね。こういった価格帯が上がることで、ユニクロとかと比べるとより大衆的なものではなくて、特徴のあるデザインだとか世界観というものが表現されているのかなというふうに思っています。あまり一般的ではないんですが、こういったものに触れてみるだとか、一生に一度こういったものにトライしてみるというのも決して悪い選択ではないのかなというふうに思っています。とは言ってもですね、一般的にこの高いジャケットを見てもめちゃくちゃいいものだなとか、素材が明らかに違うなというのはそこまで分かりづらいかなと思っています。あくまで様々な服を経験してきた方であれば、その違いというところには気づくかなと思うんですが、まあ、ネイビーのジャケットという大枠で言ったらそこまで大きな違いはないので、ちょっとクロートの世界観かなという感じはしますが、一応こういうジャケットがあるということも頭の片隅に置いていただければなと思っています。で最後にこれも番外編になるんですけども、まあ、ジャケットというのはサイズ感がすごく重要で、いかに自分の体にピタリとフィットしているかがすごく大切になってくるんですね。そうなると意外と難しいのは、身長が高くてめちゃくちゃ痩せ型の方だとか、一方で身長が低くてぽっちゃり体型の方だとか、あとは160センチ未満の方だとか、体型的に自分の体にピタリとフィットするジャケットが既製のものでは見つかりづらいという方もやっぱり一定数いるんですよね。僕自身も身長が低くて痩せ型なので、ジャケットを選ぶのはすごく難しいんですが、そういう場合はパターンオーダーという選択肢もあります。まあ、フルオーダーだとですね本当に何十万という価格帯になってしまうんですが、パターンオーダーであればだいたい3万円から4万円ぐらいの価格帯でネイビージャケットを作ることができるので、こういったもので対応するのも非常に良いのかなと思っています。まあ、代表的なところで言うとアザブテーラーですとか、先ほどもちょっとお伝えしましたユニバーサルランゲージですとか、ファブリック東京ですとか、このあたりがですね割と使いやすいのかなと思っています。中でもアザブテーラーというのは結構おしゃれな方であれば一度は名前を聞いたことがあるのかなと思っています。まあ、それぐらいパターンオーダーの中では定番的な選択肢で、まあ、ショップスタッフさんのですねファッションセンスもすごくいいのでお任せがしやすいかなと思っています。そして先ほどもお伝えしたユニバーサルランゲージに関してはある程度価格帯を抑えながら品質のいいジャケットを仕上げるにはすごく使い勝手がいいんですね。ただこちらもお店の数があまり多くないのがデメリットではあるんですが、かなりおすすめのパターンオーダーのショップかなと思っています。そして最近結構勢いがあるのがファブリック東京なんですね。ここはですねお店に行って採寸をして、あとはその場でですね実際に生地を選ぶこともできるんですが、体のデータさえですねしっかりと取ってしまえば、あとはスマホで注文ができたりするんですね。そういったすごく今っぽい仕組みを取り入れながら、着心地が良かったりだとか現代にフィットしたパターンオーダーができるという点ですごく注目のブランドかなというふうに思っています。もしですね皆さんの体にフィットするジャケットがなかなか見つからないのであれば、こういったパターンオーダーというところも頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、ということで今回はですね、僕が愛してやまないネイビージャケットについて、松竹梅といいますか、かなり幅広い価格帯の中からおすすめのブランドですとかショップについて解説をさせていただきました。この動画を見ていただければ、大体ですね、この辺りのお店が自分には適正なのかなというのが分かっていただきやすいかなというふうに思っています。僕自身スタイリストとして12年ぐらい活動してきまして、本当にいろいろなお店でお客さんをご案内したいですとか、僕自身身銭を切って買ってきたので、今日の動画を見ていただくとですね、だいぶですね、ジャケットの価格帯だとかバリエーションについては詳しくなれるのかなと思っています。そして今日の動画というのはネイビージャケットというテーマでお話をしましたが、そのままですね、スーツに関しても考え方を適用できるかなと思っています。今日ご紹介したショップですとかオーダーショップでそのままスーツというところを買っていただいても、すごくバランスがいいものが揃いやすいかなと思うので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。ぜひ今回の動画のコメント欄に、皆さんはどこのお店でネイビージャケットを買おうと思っているのか書き込んでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。